今日一日ですね、まずは警戒基地の視察、これも一つの目的にしてます。これでもデータに9時25分、警戒区域に入りました。線量計は 0.6 を超えて 0.65 です。富岡町を過ぎたあたりで 2.4 を超えました。大熊町付近 2.3。 あら、おー、車、あるもんね。熟成着席。岩手県外省、行動こそが真実。1年間突っ走ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。